チャレンジカップ2回戦、福岡ソフトバンクホークス対広島と。この場面で打席には鈴木が入ります。さあワンアウトになりましたが、一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました、いい当たり、一塁送球、アウト、ツーアウト、ツーアウトランナー二塁。8番バッター吉川、ツーアウトになっています。緩いボール決まりました。得意のボールでストライクを取りました。2球目打っていきましたが取りました、アウト。バッターボックス菊池、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。三振になります。今日は見事な完封で白星を